これ。綺麗だね。ジャンボ。どうも、キングエンターテイナーのゆうじです。ということで今回はですね、手の込んだ料理も僕やるんですけども、簡単な料理もすごくやりたいなっていうことで、今回はですね、バーベキューポークっていうのをやりたいと思います。バーベキューポークってまあなんかステーキっぽいのを想像する方多いと思うんですけども、豚のこま肉で作るバーベキューポークでございます。これがね、さっとできてめちゃくちゃうまいんですよ。ご飯もいけるし、お酒もいける。最高に美味しい節約レシピ。バーベキューポーク。これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いっていきたいと思います。ポークね、豚こまポークです。はい、 250g。 玉ねぎが2分の1個で大体 120g ぐらいで、ニンニクが1かけで、バター 10g、 あとは概要欄に調味料書いてありますので、そちらチェックして。はい、やっぱね、バーベキューポークを作る上で何が必要か、バーベキュー感って大事ですよね。バーベキュー感を出すためには、やっぱバーベキュー感のある飲み物飲まなきゃいけないですね。じゃあ乾杯。あとバーベキューポークあったら完璧ですね。はい、ということで、まず玉ねぎなんですけども、こんな感じでね、まあ1センチ弱、なんだ、もう6ミリくらいかな。で、ニンニクはこのまま。はい、豚肉にはね、塩コショウと薄力粉大さじ1半、これをはたいておくことによって、豚こまなんだけどすごくね、柔らかい仕上がりになりますから、薄力粉を、揉み込んでいく間に大きい、お肉は広げてちぎっていく。豚こま肉はね、たまにでかいの混じったりする。材料は全部切ったんですけど、バーベキューソースね、先に作っておくと楽なんで作っておきます。砂糖小さじ2杯入れてください。お醤油小さじ2杯。お醤油はね、味のベースになります。で、ウスターソース小さじ2。まあね、ウスターソースっていうのはね、すごくね、スパイシーな香りがします。いろんなソースね、煮込んだやつだからね。そしてケチャップ。これね、ケチャップっていうのはトマトを煮詰めたものだから、うまみがたっぷり入ってるんですよ。で、適度な濃度もつけてくれるんで、ケチャップ必須でございます。で、レモン汁、レモン絞ったやつでもいいですよ。絞ったやつでもいいんですけども、これね、小さじ1だとちょっと酸っぱすぎるんで、小さじね、3分の2。あとタバスコです。タバスコは入れると、唐辛子の香りと酸味がつきます。で、味の素ハサンプリ、これでうまみつけていきます。で、ニンニクおろしましょうか。バーベキューソースにはね、やっぱね、おろしニンニクです。で、黒胡椒、はい、パラッと。で、カレー粉が小さじ3分の1。ちょっとでいいんですよ。ちょっとでいい。はい、小さじ3分の1。これね、作っといておくと特製のバーベキューソースになりますから。焼肉のタレみたいなんじゃないからね、これ一緒に漬け込んで焼くんですからね、これね。そしたら炒めていきます。もうあとはね、炒めるだけですから、意外とね、簡単料理なんですよ。バーベキューポークっていうね、仰々しい名前ついてますけども、はい、 10g のバター。はい、ということでですね、バターが温まったら、豚こま肉、小麦粉を叩きましたよね。これをね、なるべくですよ、全部とは言いません、なるべくこうやって広げて入れていただいていいですか。じゃないとですね、ダマになりやすいんですよね、豚こまってね。できるだけでいいですよ。はい、そこまで真剣にやんなくていいですけど、もう本当に塊のままバーンやるね方いるじゃないですか、そういうガサツな方が。ダメですよ、それは。もうこんな感じですか。もう若干ね、ほぐしながら炒めてください。薄力粉が絡まっているんで、くっつきやすい。だから剥がしながら焼いていくんですよ。で、最初にこの豚だけパリッと焼き上げます。はい、はい、で、豚肉が全体パリッと焼けてきましたんで、ここで玉ねぎを投入していきます。はい、玉ねぎを炒めていきます。はい、で、玉ねぎがしなっとしてきましたね。はい、透き通ってしなっとしてきました。こうなったら、さっきのこのバーベキューソースです。あ、めっちゃいい匂い。ウィーよ、ウィー。これ。よく絡めて、炒めて、ね、生のニンニクも入ってますから、ちょっと炒めると、その生のニンニクの香りが落ち着きます。はい、はい、盛ります。ね、お皿に。あ、
あ、いいですね。そしてここでちょっとね、パセリよね、完璧なバーベキューさが出ます。あー綺麗、あー綺麗だね。はい、ということでこちらでフライパンで作るバーベキューポーク完成。それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。うわ、やばいか、うまい。豚こまってこんな柔らかくなるんだって感じですね。めちゃめちゃ美味しい。玉ねぎのシャキシャキ感、この炒め方がいいですね。あー、すいません。うん、これはうまい。あ、喧嘩フジェネレーション、マヨネーズ。神よ、こんなうまいに決まってんだろ。甘くてフルーティーなタレにマヨネーズのパンチが効くと極上にうまいね。それじゃあ、食いしん坊万歳。じゃあ今日は16代目食いしん坊、16代目達也さんに来ていただきました。いただきます。はい、うまっ。うまいでしょ。うーん、これソースうまいね。玉ねぎのこのシャキッと感もここで一回うまいし。達也さん、ドストレートがお好きだよっていう、ほんと直球が好きだよ。うん、誰が食べてほしいもんって。これは誰が食ってもうまいです。ストレートうまい。これはこれもド直球、ド直球。これはもううわー、うまっ。マヨがね、これでご飯ガンガンいける、ガンガンいける。丼にしてもいい。子供とか大関係じゃん。これ部活終わりの男子やばいし、部活終わりの男子は全員食う。うまっ。ということで、このバーベキューポークいかがでしたでしょうか。安くてお求めやすいお肉を水分を閉じ込めて柔らかくして、タレの旨味で食べるっていうのは非常にね、有効な生活の知恵。家庭料理はそうでないというところを久々にお見せで、このバーベキューもめちゃくちゃ作りやすいので、ぜひやってみてください。ジャンボ！どうも、クッキングエンターテイナーの、他のチャンネルのアイスとか、僕が他のチャンネルの、アイスとパクったのはね、ポボローチャンネルね、あと、オーチャンネル。最近はね、ホモサピ見てます、はい、ホモサピ魔女ずっと 見てます、はい、見たことない人は見てください。なんで最初から他の YouTuber のサイトでしたね。はい、ということで料理のネサリュウジです。はい、ちなみに僕はね、アジアンジャングジェネレーションの